こんにちは、整形メイクのミュです。お願いします。今日はいろんなところでたくさんお買い物をしたので、そちらの購入品を紹介していきたいと思います。で、中にはフランフランのセールだったり、無印良品だったり、あとは通販で頼んだ CCE のコスメだったりとかを今回はですね紹介していきたいと思います。はい、ではお願いします。まずはこちらフランフランの購入品の紹介をします。まずは水玉の水筒を買いました。で、これがですねこんな感じの、このまま飲めるタイプですね。ここ飲めるタイプのものになってます。最近ペットボトルを買わないで水筒で過ごすっていう節約をしてるので、コンビニとか自販機とかでいちいち買ってたらもうもったいないと思うので、こういう大容量の水筒を持ち歩くようにしますっていう節約をしてるので、最近はねもう可愛い水筒を持ってた方がテンションが上がるので、フランフランで見つけたので買っちゃいました。次にこちらです。すごい可愛くてフランフランで買っちゃいました。これはもう一個買ったんですけど、あとちょっとお揃いで晩酌じゃないけど乾杯みたいな感じでできるようなグラスを買いました。可愛い。これもセールになってて安くなってました。フランフランは以上で終わりです。次に無印です。こちらですね。で、まずはこちらメガネ小物ケーススタンド式ショーというものを買いました。これはですねこうポンっていう取れるタイプになっていて、こちらはブラシ入れにぴったりなんじゃないかなと思って買ってみました。ブラシってこうどうしても曲がっちゃうのが嫌で、でなんですけど入るかな、入んないよねー、だよね。これは持ち歩けないとして、短いブラシなら持ち歩けるかなと思ったので、ちょっとこのを買いました。夏なのでちょっと持ち歩くものとかもだんだん増えてくるので、まあブラシとか移動するときにメイクポーチ持ってくときとかもあるので、その時にちょっとブラシがダメにならないようにこういうケースを買ってみました。お次にこちらです。なんか今すごい無印で人気らしいんですけど、調理スプーンというものです。これがシリコンタイプのもので、スプーンがすごい人気みたいで、なんか売り切れたりとかもするらしく、なんかこう調理してそのままができるらしくて、ちょっとね気になったので買っちゃいました。だと2人の時は料理をしたりするので、こういうのが欲しかったなと思ったので、ティファールの鍋を使ってるのでテフロンが取れちゃうので、なのでこうシリコンタイプのものしか使えないので、こういうやつだからちょっとシリコンタイプだし、それで人気っていうことだったのでちょっと買ってみちゃいました。なんか不思議だけど、また使い勝手が良かったらお気に入りでも紹介したいと思います。で、お次にこちらです。ポイントケアバームというものです。これが意外としたんだよな。なんか安く買えるのかなと思ったら、1000いくらもしました。なんですけど、このこういう感じでこう持ち歩きができるらしく、中にはこういうリップみたいなバームが入ってます。なんかこう肘がかさついたりとかするじゃないですか、エアコンとかで。そういう時にこうやって塗ってあげると潤うみたいで、なんかやっぱりカサカサしてんのとか気になるし、まあ顔にも使えるらしいんですけど、顔はちょっと怖いんで使わないんですけど、まあちょっとこういうところにね塗ってあげるとカサカサがこうねツヤツヤになるっていう感じらしいので、ちょっとこれは女子力アイテムじゃないかなと思って、カバンにもすっぽり入る携帯用なので、こう出ちゃうってこともないと思うので、ちょっとこれを買ってみました。なんか無印のネバーまとめみたいな感じの見てて、これめっちゃいいじゃんと思って気になったので買いに行っちゃいました。なんかこう夏とかこの辺とかツヤツヤしてたら可愛いから、出るから肩にねこうやってバーム塗ってあげたりとかして、視力高めじゃないかなと思って、この辺とかねデコルテとか、デコルテツヤツヤしてる人とか超綺麗ですもんね。デコルテに塗っちゃおう、あとこの辺とかね、そう綺麗な人とか見るとすごい、わーこの人絶対超ケアしてるんだろうなって思うから、デート中とかにトイレにちょちょっと行ってここにささっと塗って、こうツヤツヤさせて、あこの子女子力高いと思わせるっていう、なんかそういうね目的、お好き的じゃないけどそんな感じで女子力高めな商品だなと思って、いいじゃんと思って買ってみました。で、結構潤ったりするのでベタつかないです。ただこうツヤツヤ見えるだけでベタベタって感じはしないので、すごいいいと思います。香りがなんかすごい懐かしいラムネの匂いがする、なんかどっかで食べたことのあるラムネの匂いがします。いい匂い、何のラムネだろうこの匂いっていう感じの、なんか懐かしめなラムネの匂いがする柑橘系の多分何だかの匂いだと思うんですけど、すごいいい匂いです。で、あとはキャンドゥで買ったものなんですけど、で、このネイルガードはネイルが乾くまでの時間にこの
溜めといてガトゴンってやらないように傷つけないようにするっていうものなんですけど、最近爪が薄くならないようにネイルやって休んでネイルやって休んでって感じにしようかなと思うので、その間にマニキュアを塗ろうかなと考えてるので、このネイルガードを買ってみました。結構口コミも良かったので買っちゃいました。で、今回はですね、3C でセールやっていたので、こちらセールで買った 3C たちを紹介したいと思います。また色味とかは違う動画に上げていきます。まずはこちらです。 3CE トリプルシャドウのスウーンというお色です。こういう感じの秋っぽいお色になってます。これがすごい前から欲しかったので買ってみました。お次にこちらのアイシャドウです。 3CE トリプルシャドウのモアブラウンというお色です。こちらですね。こういう感じのもうベーシックなブラウンっていう感じのアイシャドウです。これは母がすごいお気に入りだったので、この 3CE のシャドウなので、ちょっと母にプレゼントしようかなと思ってこちらを買ってみました。お次にこちらです。チークです。 3CE フェイスブラッシュのヌードピーチというお色です。お色はですね、ちょっとピンクっぽいけど、もうブラウンに近い本当薄いピンクが混じってるっていう感じのチークです。今日も塗ってるチークはこのチークのお色です。お次にこちらです。ラブ 3CE グロッシーリップスティック、お色がスモールステップというお色です。中が可愛くてすごいインスタ映えって感じなんですけど、容器がこんな感じになっていて、お色がですね、ちょっとオレンジっぽい感じのお色を頼んでみました。最近はどっちかっていうと赤とかピンクとかよりもオレンジ系にハマってるので、ちょっとねオレンジ系を頼んでみました。で、お次にこちらですね。こちらもラブ 3CE デュオシャドウというものです。こちらポーションメーカーという、これはね、箱の中身は本当にすごい可愛くて、容器が本当に可愛い。で、結構コンパクトなので持ち歩きもすごい便利だなと思います。こちらが鏡付きで、こんなピンクとちょっとピンクっぽいブラウンが混じってるアイシャドウを買ってみました。これも可愛いです。で、お次にこちらです。 ラブ 3CE デュオシャドウのステイワイルドというお色です。こちらは同じアイシャドウの色違いです。黄色ですね。これも鏡付きになっててオレンジ色のアイシャドウになってます。ちょっとオレンジっぽいブラウンかな。こんな感じで可愛いお色です。お次にリップです。 3CE スタジオのベルベットクリームリップ&ペンシル、これが超優秀なんです。今これつけてる色なんですけど、これがこんな感じの容器になっていて、ペンシルの部分、リップペンシルとグロスが一緒になってついていて、ラメ感とかはそんなにないくてマット系な感じのリップでした。今使ってます。で、お次にこちらです。 3CE アイラッシュのナンバー16番というつけまつげも買ってみました。一応 3CE でメイクしてみたっていうのもあげるので、ぜひぜひそちらでちょっとどんな感じだったのかとかいうのを見てみてください。また色味とかはまた別の動画でご覧ください。はい、本日は最近のまた購入品を紹介していきました。はい、では今日も見てくれてありがとうございました。